はい、どうもゆうたです。今回は HKスの EVC6 の IR2.4、 まあ VAB の方は結構定番ですよね。これこちらをちょっとね、給排気 ECU やってブーストが 1.7 ぐらいオーバーショートでかかっちゃう時があるんですよ。で、落ち着くのも 1.5 とか6とか結構高いんで、ちょっとね怖いんで、走行会前に急いで買って今ちょっと取り付けます。もう次の休みは走行会になっちゃうんで、今回はもうぶっつけ本番でセッティングまでやりたいと思います。はい、まずバルブユニットの取り付けなんですけど、こちらのパワステのフルドタンクのステーに、こういうステーをね、こう今ちょっと丸めてつけてこう止めてる感じで、こっちとかに結構つけてる人多いと思うんですけど、ちょっと熱害が気になるので、結構こいつ繊細なんで、ちょっと逃がしてあげようかなという感じです。で、付属のパイプではなくて、オートバックスでこういうねシリコンホース4パイ6パイを買ってきました。はい、でつけていきます。よし、そしたらまずこっち側が S の方が4パイですね。よし、このクランプピンってんだっけとホースは買ってきたやつで、この説明書見ると5センチぐらいのところで切る。で、このエアフィルターをつけると、これを先入れてからだね。あ、痛い。あ、もうこれで止まった。で、次もこっちはね、で、これを6パイ入れて、よし、止まったね。フィルターをつけたいの で、ここにこう同じ長さだとぶつかり合っちゃうんで、ちょっとずらしてつけます。この辺りだね。
フィルターを装着して、なんとか入ってるぐらいの勢い。後でラスペネかなんか吹いてぬるぬるちょっと入れるかな。まあそれは後で。んで、そしたら次はここに T 字のこれをかましてこっちに行きたいんですけど、これが短すぎて身動きできないんで、ちょっと一回取って。T 字のやつを入れたいんだけど、これもちょっと取っちゃって、ここで。結構これあれだね、長くなっちゃうね。これぐらいでいけるかな。はい、それで今こうやったと思うんですけど、はい、でこちらも、こちらはもうそのままあっちのEVC のバルブユニット HKS の S って文字が HKS って書いてあるんですけど、一番向こうが S って書いてあるところに繋がってます。そのままですね。はい。でここがちょっと遠くて届かないんで、あのここもホース変えちゃいます。純正のを取っ払って、こいつをね、次はソレノイドバルブですね。こいつをちょっと取っていきます。はい、これが一応取ると中にこいつがいるんですね。でこいつに関してはここの取ったやつを、あのね、そう、Uターンさせて、ちょっと切っちゃいました。これをね、こうやって Uターンさせて入れてあげます。こいつはもう機能しないんで、はい、そしたらこうやって U ターンさせたら戻しちゃいます。であと皆さんバッテリーは抜いといてくださいね。でここはもう OK で、ここですよね、いらなくなるんですよ、ここが。となるとこれを、まあ、これの上に蓋をしちゃってもいいんですけど、この前つけたばっかりで買った時に、
こういう蓋をする六角の芋ネジみたいのついてきたんで、ここにねシールテープ巻きすぎたから、シールテープ巻いて、これで締め込んで、これで一応こんな感じで完全に穴埋めました。はい、じゃあそしたら次に行きましょうね。よいしょ。で次は見えるかな、そこにあるやつ、これあそこの右に、これこれ、ここに出てるやつ、これとあとねこっちのこれ、ここにつなぐんですよ。これとこっちとあそこあそこ、あのクランプがあるやつ、あそこにつなぐんで、これをまずね取っていきます。ちょっとここ撮影できないんでちょっと飛ばしますね。はい、ね、インタークーラー取んないと無理です。取りました、めんどくさい。はい、でこいつを抜いていきたいんだけど、こいつもさ、このさ、なお前のなんで掴むところがさいつも下にいるわけ、これをさこう掴む、上からこうやって掴みやすくしてくれればいいのにさ、今はさ上から掴めなきゃ回せないっしょ。これこうやってさ、こうやってやってくんないと困っちゃうんだよね。おいだら、じゃあこいつをつけていきましょう。よし、まあ、痛い。ここは純正のホースクランプついてるんで、それを使ってあげればいいと思います。んでこう来たら、こいつを通していきたい、こっちに。でそしたらここら辺でちょっとちょん切ります。でこちらの4パイから6パイのホースジョイナーを使います。感じで止めまして、そうしましたらこちらもつなぎたいので、
ちの大きい方のホースクランプはまだ余ってるんで、よいしょ、こんな感じで OK じゃないでしょうか。でこっちをね通らせて、こういう感じで行きましょう。見えるかな？今度はこっち側に。じゃないよ、違う、はい、で次はこっちだね。ここも純正のホースクランプがあるんで、せっかく使っちゃいましょう。よいしょ、でここに、よいしょ、ぶっ刺して、はい、こんな感じで着きましたよ、ここね。でこっちにまたこう持ってきて、持ってきて、でどうしようかな、こいつはここら辺でドッキングさせようかな。はい、よいしょ、はい、でこんな感じで終わったら、次はここも、止めていこう。よし。
な感じだね。